まあまあまあ、とりあえず何はともあれ、何はともあれですよ。秋月大友により滅亡。これで島津上がってくるぞ。いや島津怖いな。黒田動いたね。話を始めましょうか。これでもまだ従属しないんだ。話とは何ですかね。毛利が攻め込んだのか。黒田が動いてたより。なるほどね。さあこれ黒田厳しいだろうな。合わせる。いややる。ちょっと宗家が破壊とか言ってたな。この野郎なんか出てんのか。うん、こうして引っ込んだ。なんだなんだったの一体。宗家動くのか。いや最強に鬱陶しいな。それはこれ援軍呼べるようにさ、ちょ松良に親善の使者送っとこうか。そうしよう。始めよう。あーでもついえがない。金がね、金が。ということですいません。結びたいのは山々なんだけどね。親善あげたいのは山々なんだけど、ん、待て、島津だ。来ましたか。来てしまいましたか、島津。話を始めましょうか。あー参ったな。参ったぞ。すげえ参ったぞこれ。小早川を飲み込むって感じじゃないのかなこれ。うん、これはもうダメだろうね。このまま来そうなんだよな、大村の方に。上位施設出まくってんだけど、金がなすぎて何にも作れん。大村城出るか。出ざるを得ないよなこれ。小早川動きそうなんだよな。あでも待って、防衛拠点にしてんだこの辺全部。これ待って、愚かなり小早川じゃねえこれ。これ小早川出れんわ。あじゃあ今のうち大村行っちゃおう。これ小早川完全無視で大丈夫。だってね、防衛拠点にしちゃってるもん。出る気ないってことでしょこれは。熱っこれ、この展開。そしたら日の江まで行って島津と戦隊開いてもいいな。大友動いてんね。奪います。あここはすぐによろしいでしょう。あ平戦か。従属って感じじゃないよねここは。あのもうね、ここ領土として使いやすいしさ、使いたいし。うん、ここはもう平戦じゃなくて合戦か。簡単整えよ。加藤が光ってる。あーあとややこしいのは。待って、もう本当に加藤光っちゃダメでしょ。さあ大村撤退で、まあ勝利ですね。でこれで大村城陥落。日の江も行けるなら行っちゃいたいぐらいだけど、多分島津の援軍出てくるよねこれね。加藤に対処しないといけないの。制してみせました。めんどくさいな。大村滅亡。縄につないでおきなさい。ドン。まあ全員来るんじゃないかな。お使いいたします。うん、来たね。来たんじゃないかな。動くかなんだよなこれ。日の江行ってみる。城を奪えば有利。このタイミングで島津に喧嘩の頭おかしいような気がするんだよな。出てくるでしょこれ絶対に。出てくるよ当然ね。単純に多分米が足りんのこれ。ここせやつは帰ろう。頂上です。大農村建設。帰ろ帰ろ。次なる手はいかに。しょうがない、こんな戦いと。さらに港建設。宋がね、闇でうちの領土狙ってるのはちょっと怖いんだよ。で収入がだいぶ苦しいから、まずは金を貯めてこの港建設とかさ、この辺り進めていきたいね。島津は引き返したね。これ島津、いや島津怖えな。そう、奥高達成。騎乗してどうするんだろうな。ん、動いたの音よ。これはでもそうか、ここを取り返しに来たんだね。うん、まあ別に気にするようなことはないし、動かさなくていいからな。
こういうのって結構さ、取り返すために、お、黒だが毛利と追っ始まってんのか。なるほどね。で、虎かと消えたね、炎がね。いやでもこのまま静かにしてるのはちょっと違うような気がするんだよな。あー、燃えてんね、泉城。もう家が光ってないってことは別に家に出るつもりではないのか。来た、大友だ。うわ、これどうする。日の絵行くべきなんじゃないか、これは。うーん、行くか、日の絵。そうしよう。兵糧返し、ああ、ほんとだ。ちょっと待って、そしたら、これで120日にしよう。おめでよ。うん、100は、ねえ、満タンまで持っとかないとダメだよね。90日かかんだね。遅れてはならぬ。これで島津がどの程度帰ってくるかなんだよね。1200、3300。あの、成富がいるからね。何しろ混乱がいるっていうのはでかいのさ。さあ、元服、取るぞ。あ、実施だ。なでしまの伝え。そうか。あ、ここでの実施ありがたいな。空いてる稚魚地にぶち込む、とりあえず。ね、侍大将スタートでかいよね。また結構優秀だったしね。で、金貯まったから、うわー、港建設をまずやって、商業伸ばそう。金がないからね。さあ、来たね、音よね。これは、これ島津義久じゃないね。劉伯なんだね。で、音よ、音よじゃねえよ、都市か。いや、島津の一族怖えー。お指図でございます。成富、このルートで日野に向かうか。城を我らのものとせん。まあ、合戦かにして、これ巻き込んで風が吹くようだったら面白いんだけど、そんな甘くはないだろうな。合戦か、準備を万端整える。まあ倍する兵だから、これはどうにもなるでしょう。島原の戦い、いや、まあでも言うて島津だからね、油断はならんよな。この軍略でも挟んだ捨てがまり、引かない。タイムさ、よかった、討ち死にしなかった。で、破壊だね。これは見逃せるぞ。はい、ということで、てんやわんやだったけど、なんとかなったね。これで日の絵が落ちるようだったら、サイのこうなんだけど、どうかな。なんかでも U ターンしてゴズメ来そうな気すんな、援軍。え、国衆来てるけど、まあ、これはもう気にする必要ないね。うん、すげえいい動きしたぞ、トラカト。ここぞとばかりに人押しに行ったね。いや、この動き神、ナイスアシストと言わざるを得ない。ここはもう強行でしょ。次なる手はいかに。で、もうこの兵を皆殺しにしちゃおう。合戦か。もうこれはもう戦のうちに入らない。シュンコロシュンコロ。二州一部隊にね、そんな手こずるわけもないよね。はい、ということで、あっという間に勝利しました。よし、これで日の絵落ちるぞ。でだ。こうなったら、成富返そう。うん。あ、落としてから返した方がよかったかな。ね、そっちの方が早かったかもしれないね。まあ、何やともあれ、日の絵陥落しました。オーバーってね。ドン。これ、どっちも来るんじゃないか、下手すると。どう？すいませんでした。どっち？あ、来た。これはありがたい。大市がある城なら、そんなあるか。地行事業でいいでしょう。次の城主候補が誰だ？江上か。江上家種が城主候補だから、これと交代するような感じにしよう。中世いきなり青いのありがたいよね。お前の喜びにござる。丸めクランド欲しかったけど、まあまあしょうがないね。で、
あ、ひとまずここは帰還しよう。込めないから。で、日の絵は、その、今、さ、職を失った絵紙をね、入れましょう。弾けない。これさ、行けるなら行きたいな、今。泉城をね、これ、ここで、てんやわんやってる。待って、これ、か、あがたち落ちるな。その後、大友がどう動くかっていうのが、違う、これ。あ、そうだよね。大友じゃないや。島津がどう動くかっていうのが気になるけど。今、動き時なんだよなぁ。始めようぜ。いや、これ、行くか行けるのか泉城。敵総兵力9500あって。いや、もうこれは。ちょっともうこれ、ナコかいトボかいナコよか引っ込みたいな。ね。重くそ始末になってんだけど、もうこれはやるっきゃないでしょ。じゃあこれでいってみましょう。遅れてはならない。 いやこれね、なんか層が動きそうな気がする。これトラカとも頑張れるんじゃないか。うん、片っ端から蹴散らせるよねこれ多分。で現状泉城の救援がいないか。うわ、内城5000とかいんの。待て、頑張れトラカト。すげえ頑張れ。待て、米がないのトラカト。頑張れ頑張れ、頼む、頑張ってくれ。抜け目はないよ。合戦か。6部隊これも入っちゃってんのが。これはむしろトラカトにぶつけたいんだよな。うわー、微妙。次なる手はいかに。この辺ここ経由でこう城を奪えば有利になる。よしよしよし、これでこれで吉弘入んのかな。それでもどうなんだろう。合戦か。策の仕掛けどころ。4部隊いいですね。吉弘入らなかったね。薄汚ねえわ。やることがいいんですよ戦にね。綺麗も汚いもない。また都市か。まあでも兵力差は圧倒的にこっちだからね。まあ怖いのは島津持ち久2400のみ。まあこれはどうにでもなるでしょう。どっち来るかな。まあでもここ破壊して勝ちっぽいな。あ、成富の来たわ。でも破壊で勝ち。いや、成富にぶつかるようだったらこんな叩くんであればいいかなと思うんですけど、まあまあ問題ありませんでしたね。で、これで威風弱が吹いて、で、泉城周りの領土を取れるよね。そしたら泉城取り付いて、で、強行でなんとかならんかな。我らの名が知れ渡ろうぜ。全然取れてない。あ、でも泉城一斉犬か。そうか、緊急徴兵したもんね。まさか。あまり動揺しない。あっぱれな南島家。わしは強気の者を好まれておる。策の仕掛けどころ行くか。あの一戦ない。ここはもう強行でしょ。策の仕掛けどころ。ゴリゴリに攻め崩そう。あ、落ちた。よし、あっという間に落ちたね。敵さあ捕獲でドン。あー、これそう、これもう読めねえんだわ。全く読めねえんだこれ。移住院交換。ただくらが結構さ強いイメージあるよね。知略80か、セーム70の強っ。いいですね。来るんじゃねこれ。貴殿にわしを扱えますか。これ種子島も来たね。このゴンはわし。ありがたし。どうするこれ。これどうする。出れないの。内城もカジキもイザクも出れないのさ。動揺しちゃってて、この氷も帯もこんな動揺してんのか。これはもう行くしかないんじゃないか。イザクへね。イザク行けそうな気するよねこれね。米、うわー微妙。米イズ微妙。ここは鍋島勝重に任せるか。恩に着ようぞ。あ、Uターンしたぞ。
米がないのが鍋島茂里と兵もいないからこれはもう帰ろう。どうかご命令、うん、これはでも届かないだろうな。ねえ、たどり着けりゃ落ちるけどたどり着けなそうだね。うん、ダメだな、ダメ、諦めよう。これ多分無理するとひどい目に遭うから、これはもうしょうがない、ここでストップで、ドクターストップで。いや、一足も欲しいけどね。まあまあまあ良きでしょう。さあトラカートさらにいってる。これ何してんの。あ、これうちの領土を制圧してんのか。まあどうぞどうぞ。これでもうちの領土ではないんだよね。うわ、このなんていうのこれ、一生地っていうのかな。あ、ここだよね。うん、そうだよね。あ、で天草も取っちゅう。取らかった。あ、これも領土取り返しか。あ、でそうだね、これここが天草でしょ。そうだね、ここを取り返しに来てんのか。日の江と泉ってつながってないんだ、そうやってみると。結構鬱陶しいぞ、ここ取られんのね、ややこしいので、ちょっと揺さぶります。混乱ハメで倒すことだけを考える。だから余計な分は出さない。出すのは、成富とナッペだけです。皆の者、アリトミの分も、あ、彦鶴さん混乱なのか、それうまいな。こうしてで、さらにこうして、で立花宗茂ね、基本的にはトラカトの備えだから、こうしてやれば多分これ天草の地を取らずに帰ってくんじゃない。まあ、そらそうだわな、うん、それはそうですよ。停戦交渉正直ありな気がする。停戦交渉して泉城を譲り渡して、停戦してる間に虎を滅ぼす、人吉までいけるかっていうと、人吉を攻めちゃいそうな気がするんだよね、島津が。あの、そこはコントロールしてやればいいか、生かさず殺さずにするなり。1万はだって防ぎきれないもんね、どう考えても。こういう状況だしさ、そうしよう、停戦交渉します。大友家と関係、あ、もう全然立ちますよ。全然立ちます。泉城を返還しましょう。12ヶ月か。いや、これ家宝持ったけ18ヶ月だけど、まあ1回1年でそれで進めるがよい。まあ、ちょっと城を失うことになっちゃうけど、島津が、小西が行ったぞ。出てくるなら出てきてほしいけど、出てきた。夫人を始め、あれ、止めさせてください。8000か。いや、もうこれはもうね、願ったりかなったり、参りましょう。え、これ熊本城はゆったり囲み取れば落とせると思う、余裕で。え、小西の動きも見つつって感じだね。まあ、やっていきましょう。トラカト9000、まあ、いかにもでかいけど、まあ、うちにはね、恐怖の混乱2人がいるんで、混乱はめでもって時刻を見せてやりましょう。さあトラカト撤退。まあ混乱を使えばね、ちょろい相手ですよ。一部隊だったらもうどうしようもないもんな、混乱持ってちゃ。1200被害出ちゃったけど、もっと慎重にやれば被害をほんと3桁とか、下手するとゼロに抑えられるからね。まあ、雑だった。どうか一つ、よろしくお願いします。で、ここはゆるりゆるりと落とします。人吉が多分先に落としてくれるから、小西がね。頑張れよ。落とせよ。いやいや、強行じゃなくていいっすよ。方位で、ゆるりゆるりと落としてください。さあ、元服。ドン。ちょっと待って、あっ、80統率、知略71、 VU69、 いやもう全然強い、しかも可愛い。いらせられません、風姫。
侍大将さんとも。いいことずくめなんだ。落とせよ、頼むぞ。で、これ立場の宗氏聞きます、一度。ご命令はいく。で、ゴズメ出し始めましょう。龍蔵寺正家一部隊で十分。ここは城を奪うぞ。あと米あった、ちょっと足りねえ。微妙に足りてない。滅んだ中、浮きた。ご命令だいぶ西に来てんね、豊臣も。135日、いい勝負ですか。我に続け。水野勝成だ。水野勝成が小西にいるってこと。ああ、そうなんだ。欲しいな。すげえ欲しいな。で、打っててるけど、うん、これ小西行きなら勝てるので、城は落ちたね。人吉はいい、いいですよ。で、そしたら次なる手はいかに。龍蔵寺正家だけいかがしましょう。城攻めさせて、で、どうすならゴズメもね、ご命令はいい、出してしまえば、もうニッチもサッチもでしょう。トラガトも、これで熊本陥落です。まあ当然そうなるわな。いや、これね、小西行長はともかく、水野勝成が島津に行っちゃうのきついな。なんとかうちでなんとかできないですか。よう申す。あ、ダメか、従属しねえか。何を申すがよい。うーん、そっか。いや、小西やるのもったいねえ。戦の始まるぞ。さあ、トラカトを蹴散らして熊本陥落。うーん、いや、加藤清正で我慢しとけって話。敵将ぞ。おバックでドン。縄をかける。これって来なかったら悲鳴あげるけど。よし、よし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 、よかですよ。